え皆さん、こんにちは。環境大臣の山本浩一でございます。本日は台風が接近する中、気候変動適応情報プラットフォームのシンポジウムにご来場いただき、誠にありがとうございます。近年、強い台風やハリケーン、集中豪雨、干ばつ、熱波などの異常気象による 甚大な被害が報告されています我が国でも先週来巨大な台風が各地で被害をもたらしており昨年9月にも鬼怒川の堤防が決壊し広い範囲での浸水被害があったことは皆様方の記憶にも新しいところでございます気候変動の影響は農林水産業をはじめ 私たちの生活にも大きな影響を及ぼします例えば果物では高温によりりんごやブドウの着色不良温州みかんの品質低下など報告されております今後温暖化が進行していくことで世界各地で深刻な影響が生じていくことが懸念をされております気候変動に対処していくには 温室効果ガスの排出の抑制等を行う緩和を着実に進めていくことが極めて重要でありますが、これに加えて、車の両輪の対策として、すでに現れている影響や将来避けられない影響に対する適応を進めていくことが求められております。我が国では、気候変動のの影響への適応を計画的かつ、 総合的に進めるため昨年11月に気候変動の影響への適用計画を政府として閣議決定いたしました現在政府一体となって農業生態系自然災害健康等のあらゆる分野における適用の取り組みを推進をいたしておりますそこで環境省では関係府省庁との 連携もと適応に関する最新の情報をウェブページを通して提供し地方公共団体や事業者の取り組みをサポートするためこのたび気候変動適応情報プラットフォームを設立いたしました今後気候変動のエクスパートである国立環境研究所と一体となり運用してまいりたいと思っております 皆様におかれましてはこのプラットフォームをぜひ積極的に活用していただきそれぞれの地域や事業ニーズに即した適用の取り組みを進めていただきたいと思います本日は気候変動にどう備えるか三間学の第一線の方々にお話をいただきますシンポジウムを通して皆様が適用に関する関心と 理解を深めていただくことが期待し、私の開会の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました